と、じーつーさん金魚、ふくちゃんバルーン、のぶさんじーつーさん金魚、いっちゃん金魚、ありがとう。よしーさんペンライトありがとう。朝生テレビさんハート、よしーさんペンライト、かずやさんお疲れ、ふくちゃん、いはくさん、じーつーさん、いっちゃん、もりもりさん花火、ガトーショコラさん、ふくちゃん金魚ありがとう、ひろさん三寸玉ありがとう、ひびきさんハート、レフトさんかわいいありがとう、麦田ピッポさん、クックさん、ミシアン花火、あおいさん一寸玉、レフトさん、あ、こう読んだ、かわいいありがとう、つちのこさんお断りです、ゆうたくんお断りです、ダークダーソクさん、みきやくん、おりちゃん金魚ありがとう、アミタさん三寸玉、クラインさんハート、ケンタロウカープさん、ヒロさん、ゆちょさん、むちはださん、かずやさん、あおいさん、さのっちさん、スカイホエールさん、花火ありがとう、フレーベさん、アルテミスさん、朝生テレビさん金魚、コウさん、ビーディンマンさん、スケオさん花火、よしかずさん花火、ジンダイさんペンライトありがとう、パンダ先生イサンスン玉、ゆうたくん夢川くま、コウさん金魚、アルテミスさんハートありがとう、カジワラミュー偽物さん花火、コウさん花火、アコバヤさん、スケヨさん、パンダ先生、鈴木さん金魚、ケンタロウカープさん金魚、ノギンさんありがとう、ラクさん花火、マモルさん一寸玉、トイさん音符、シュンさんお疲れありがとう、トニーさん花束ありがとう、ヤマさん、マミちゃん、マモルさん金魚ありがとう、ヒーローさんお断りです、いっくんお疲れありがとう、いっちゃんバルーンと夢川くま、ミックさん一寸玉、メロンのあそこさん、ヒーローさん、さんちゃんだよハートありがとう、いっちゃんたまやありがとう、藤岡猫にゃーさん花火、陣内さん一寸玉、おみかんさんかわいいありがとう、みきやくんハートありがとう、源五郎さん花火、いっちゃん一尺玉、レフトさん、真空拳さん、キョンシュさん、忘れっぽいもっちさんありがとう、ジャクソンさんバラ、カジュアラミュー偽物さんバラありがとうございます、カメさん花火、ポンさん金魚ありがとうございます、こんばんは皆さん、皆さん台風大丈夫ですか、今日の配信も台風の情報優先でお願いしますね、充電とか優先でお願いします、ジーツーさんハート、センパチさん花火、リュウヤさん一寸玉ありがとう、ポンさん一寸玉ありがとう、大丈夫、長崎はなんか風がやばいって言ってました、昨日は風がやばくて眠れなかったって言ってましたね、なんか X で家の壁がなくなっちゃった人の画像が流れてきてびっくりした、家の壁全部オープンになってた、怖すぎる、みんなお気をつけください、広島は今のところ雨と風って感じでした、今日ラジオ行くときに風がもう強くて傘させないぐらい強かった、でも雨降ってるから傘もささないといけない、でも風があるから傘をさしたら大変、でもってなったから、やっぱこういう時はカッパかな、カッパですね、レインコートだね、クロさん一寸玉、金魚ありがとう、いっくん一寸玉、いっちゃん三寸玉、クロさんだるま、クアドリさん花火ありがとうございます、石川先輩お断りです、スタメンさん金魚ありがとうございます、ありがとう、確かにカッパだと何か飛んできた時怖い、そうね本当だね、確かに
でも傘だと飛ばされるもんね、傘がラッパ傘になっちゃう。ふみやきさん、タコ花火ありがとう。ぶんさん、バルーンありがとう。しんたさん、三寸玉ありがとう。ありがとうございます。今日は焼肉の日でしたけど、皆さん829焼肉の日、肉は食べたか。今日は馬肉の日でもあったけど、焼肉、馬肉食べましたか。食べましたか。パセリは今日のご飯は魚でした。魚食べました。お、焼き鳥、おいいじゃん、焼肉じゃん、焼いてる肉だから焼肉。お魚、みんなお魚やん。スパゲティ、スパゲティ、パスタ、パン、ハミチキ。そう、ソタロご飯、その通り。ソタロご飯で、今日は夜ご飯はサバの南蛮漬けでした。パセリが持参したピーマンパセリ持参のピーマンとお酢も大活躍。そう、ストローご飯でした。美味しかった。おかわりいっぱいした。おかわり3回しました。徳島のひくん、アイスありがとう。みふねさん、かわいいありがとう。けんぼうさん、ハート。いっきさん、バラ。じつさん、だるま、ありがとうございます。南蛮漬け美味しかったよ。こういう時は、作ってもらう時は後から値段聞いて半分支払うちゃんと支払いです。すべて調味料とかは家にあるやつはそのままで、買ってきたやつは聞いて割り勘です。少々さん、花火ありがとう。はっちゃん、三寸玉ありがとう。ありがとう。ね、私もアジの南蛮漬けは食べたことあったけど、サバはなかったかもしれない。サバ。楓さん、金魚。いっちゃん、玉やありがとう。アンバさん、三寸玉。楓さん、金魚ありがとう。ありがとうございます。パイちゃんです。パンの得意料理はオートミールです。オートミール。今日は台風が来るので明日買い物に行けないかもしれないと思いましたので、箱アイスを今日も買いまして、昨日も買ったけど今日もまた買いました。ついに手を出してしまいました。私の大好きなヨーロピアンシュガーコーンちゃん買ってしまいました。私がコロナ禍の時に1日1箱食べていたあの箱アイス買ってしまったよ。もうすでに1個食べちゃったんだよ。そう、1日1個食べ1日1箱食べていたあのやつをついに買ってしまったよ。買わないように頑張ってたのに買っちゃったよ。そう、コロナ禍の時におうち時間ずっとアイス食べてた。ヨーロピアンシュガーコーン一箱とか食べてたよ。どの味が好きですか？もう定番の一番シンプルなやつ、あれしか食べたことないかも。か、なんかサンドのやつ、クッキーサンドみたいな、わかる？丸いやつ。そう、コロナ禍になったばっかりの時は自宅療養期間、自宅待機期間はまず箱アイスをいっぱい食べてたし、パンもハマってて、そう、いっぱいパンとかアイスとか食べて太ってた、激太りしてたけど今回は大丈夫なはずです。
ゆうきさん一寸玉ありがとうございます。うん、中毒性あるよきっと。あれはあのね、台風が来てるから箱アイス買ったんやけど、もし停電しても大丈夫です。停電したらアイスも全部溶けちゃうじゃんと思うかもしれませんが、私食べきれる自信があります。スピードも食べる量も問題なしなので、箱アイスを買いました。皆さんはお気をつけて。こういう時箱アイス買うとちょっと難しいかも。私はいける。うん、なのでみんなも自信がある方はぜひ。そうね、停電したらもう速攻でハッハッハッって寝起きでも食べないといけません。頑張ります。ね、お話し会ね、無事に開催されるといいよね。今のところ開催予定らしい、今のところ。でもそう、今日公式からさ開催予定ですって出てるけども、もしかすると延期とかそういうのにもなるかもねみたいな、なったらまたお知らせするからねっていうお知らせが出てました。でも今んとこあるよみたいなのが出てました。そうね、メンバーそうオンラインだけど、メンバーはお家からは参加できないっていう。台湾ジョジョさんハート、それからさんハート、いっくん花火、ホリエモンさんだるま、持ち肌さんハートありがとう、阿部寛さん一尺玉、春坊さん、和樹さん花火、 Z さんお疲れとアイスありがとう、和樹さんハートありがとう、のいみさんのリリビ、あらそりゃちょっと心配です。台風ちゃんね、台風の速度ゆっくりだからどうなんですかね、どうかな。吉田沙羅偽物さん、小判、若林さん三寸玉、龍也さん花火、ジェリーさんバラありがとうございます、広瀬小一さん花火ありがとうございますね。新幹線止まっちゃうよ。そうだよ、今日ねラジオに行くときにマネージャーさんと向かってて、なんかお仕事とか台風で回ったりするんですかって話をしてて、でも結構そのマネージャーさんのお友達の勤めてる会社とかはやっぱり会社自体がもう仕事をお休みにしましょうって言ってるんだよみたいな、そういう人も多いみたいだよって教えてもらって、え、そうなんですねって。でも広電はなかなか止まらないからって、雪が降っても止まらないから大丈夫だよって話して、ラジオ終わって帰る時に情報を見たら広電運休出てて、明日止まる。大丈夫だよ、広電よっぽどのことないと止まることないですよみたいなマネージャーさんが言ったけど、全然明日は止まるらしいので、皆さんお気をつけください。そう JR も JR 止まっても広電動いてること多いですよってマネージャーさん言ってたけど、全然止まってたね。西鉄、そう福岡も西鉄バスだったら動くみたいなやつあるよね。でもあれもう心配になるから、運転手さんとかね、出勤するのも大変よ。みんなお休み。フィリップさん一寸玉ありがとう、花火もありがとう、タケさん、ゆずっぴさんハートありがとう、良平さんお断りです、田舎のおじさん一寸玉ありがとう、ありがとう。食料買い足してきました、私も買い足してきた、買い足した丼。明日
日も明後日も仕事。でも大変そうだね。大変よ。ねえ。お仕事。なんか会社のさ、判断で休める系とさ、その会社に勤めてる人が子供を預けたりする保育園とか幼稚園とかの人とさ、またなんか判断違いそうだよね。ね、家族が、親が仕事に行かなきゃだったら保育園を預けたいけど、そうしたら保育士は休めない。ああ、難しい問題ですね。こんばんは。ね、食料がありません。備えて、ちゃんと備えてよ。私はもうバッチリやから、もうバッチリバッチリバッチリ。でも私も明日お仕事共に頑張りましょう。安全に気をつけて過ごしましょう。あれあれ、扇風機が止まったと思ったら、なんか扇風機のさ、この充電の先っちょなかった、消えました。行方不明です。どこ行った。ないです。スケオさん、一銭玉ありがとう。温泉に行く予定でしたがキャンセルしました。温泉、また天気がいい時にリベンジしよう。温泉いいね。温泉。白熊さん、一寸玉ありがとう。ありがとう。お、キャンバスボード届きました。早く見たい。キャンバスボード無事に届いたのか、すごい。私のノイミーさんのリミスタのサインはいつ来るんだろう。台風だからもう宅配の方々もね、リミスタさんの発送する方もレコード会社さんも皆様ゆっくりで大丈夫ですの気持ち。ポストさん、一寸玉ありがとうございます。水は6本まで買えますって制限されてたけど、もう売り切れてた。6本まで買えるん。え、500ml じゃない、2リットル、2リットルを6本、すごい。マッチョマッチョマッチョ。林藤代さん、三寸玉ありがとうございます。すごいね。制限かかっとるんだ。あ、1ケース、あ、そっか、そうね、そっか、1箱ってことね。うん、そう、スーパー、そうよ、広島とかもスーパー今日閉まるの早いっぽくて、明日とかだからもう早い時間から半額シールが貼られてて、お惣菜コーナーとか何もなかった。もう空っぽでした、お惣菜。野菜コーナーとかは全然あったけど、お惣菜コーナーない。永田さんが尾崎セリカさんって名前出た。いや、それは嘘。私はセリカで申し込んだからね。そりゃ嘘、フルネームは嘘。とっちゃん坊やさん、ハート、エリオさん、一寸玉ありがとうございます。ありがとう。お米は分かんない、お米コーナー行かないからね。私はオートミール生活しとるからね。不明です、不明。
いや、そう、明日の午後、明日の夕方から明後日の朝とか一番広島危ないって、今日 NHK でスタッフさんたちと喋ってた。明日の夕方かなって話してました。エジリン花火ありがとう。うどんとか消えてた。え、そうなんよ。うどんコーナーも消えてた。うどん、そばとかのあのコーナー消えてた。ね。びっくりです。米の代わりにパスタ買ったのにソース買わなかった。もう作るしかないやん。家にある調味料で。何ができるかな。パスタソース。難しいね。醤油。いや、難しいですね。和風ドレッシングで、和風パスタ、ピエトロドレッシング、あれは万能です。あ、ペペロンチーノね。ありますか、オリーブオイル。かそっか、オリーブオイルちゃん。でもやっぱピエトロドレッシングだね。ピエトロドレッシングも好きすぎて買うの我慢してる。もうあれは止まらなくなるからね。実家にいた頃ピエトロドレッシングいっぱい食べてたから、もうあれは美味しい。ナイトクルーズがある時間、え、そうなん、そっか、確かにそうね、夕方から夜、本当だね。早い判断すごいね。中止、ほんとじゃん。松茸の味を吸い物では風パスタできる。あれはもう万能です。あれは万能、万能アイテム。雑炊もできます。クルージングボリューム3だっけ。じゃあ次回ボリューム4を待ちましょう。いや、台風なんか行ったらもう帰ってこれなくなってたから、今回は、ね、ちゃんと諦めて、また次回、次回だね。パスはボリューム1初回だったから、なんかもう他のメンバーがさ、どんどん楽しんでるじゃん、ボリューム2とかで。楽しそうって、写真流れてくるとき楽しそうと思って見ちゃう。もう私1回出たから2週目あるまでないやんってなってる。ボリューム2いろいろ改善されてました。え、そうなの？全然違った？どんな感じだったの？でもさ、両方言ってる人じゃないと分かんないもんね、それもね。楽しかった、楽しかったよ、めっちゃ。あれだから、まだ参加してないメンバーのファンの方はぜひね、自分の推しが発表されたらぜひおすすめだね。酔い止め忘れずにだね。船酔いしやすい人とかは。こんばんは。DJ パーティー楽しかったよ。あかりんさんのセレクトが良すぎて、あかりんさんセレクトが神だった。チャタロウさんハート、チンさん花火ありがとうございます。残暑見舞いがまだかけてない。まだ間に合うよ。10月まで暑いらしいから、暑いらしいから、まだ残暑、もう永遠残暑ね。あかりんさんとまひなさん大変そう。いつもさ、あかりんさんってさ、ストーリーで実況してくださるじゃないですか。ロケとか行ったり、着いたよとか。だからなんか旅行気分みたいな、自分も行ってる気分味わえる。リアルタイムなようでリアルタイムじゃないんだろうなみたいな、その程よい感じがさ、すごいよね。リアルタイムは無理じゃん。でもリアルタイムに感じるあのやつね。
サービスエリアでアイス買ってもらったって言った。ああ、いいな、アイス。アイスちゃん。アイス、アイス。ね、そう、うまい SNS、 あとさ、フェスとかのお知らせとかもなんかこう定型文じゃなく、なんかこうさ、行きたくなる文章というかね、ほんと尊敬なんですよね。あかりんごさん、あかりちゃんさん、見習って宣伝頑張ろう。私もお知らせ、お知らせポスト難しいよね。お知らせポスト、写真集の宣伝も多くて思わずカーターに行きたくなって。いや、私はカリンさんの写真集早く見たいもん。だって AKB さんのさ MV の聖地巡礼でしょ。もうそんなんもう見たいよ、気になっちゃうもんね。そう、福フェス来週です。ついに、ついに来週福フェス、キャー、ドキドキ。その前にのど自慢もあります。そっちもドキドキ、うん、めちゃめちゃドキドキです。ドキ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 。そう、福フェスの宣伝したいけどさ、そのさ、どんな内容なのかとかをまだ私は何も知らないわけですよ。あのプロデュースじゃなくて、なんだっけ、主催者じゃないから、やっぱ持ってる情報量が、私みんなと同じ情報しか持ってなさすぎて、もうここが見どころだよとかも何もさ知らんすぎてさそう、あーって、あかりんさん全部知ってるとったら、あーもう悔しい、あー負けてるってなる。お、福フェスが初ライブです。それは楽しみです。よろしくお願いします。うわー嬉しい、初ライブ、初初。高反発さん、タコ花火ありがとう。ミックさん、ハートありがとう、ハート。ねえ、発表ね、そう、発表の時は9月か、もう秋やなーとか思ったけど、全然暑いもん、全然暑い、全然暑い。おー、そう、バンド、もうあかりさんがオファーした方々が集まってるから、 STU のファンの方も STU 以外のステージももう全部行く勢いで見た方が絶対にいいね。すごいさ、だって出てくださいって言って OK が出るっていうのもまずすごいしね。呼びたいですって言ってさ、スタッフさんから OK 出てるのもすごいじゃんね。え、それでオファーもできてるし、 OK 出てるし、だからみんないっぱいいっぱい福フェスを満喫して、うんうん、いいフェスにしましょう。ボリューム3、みやんさん、ハートありがとうございます。確かに予算、本当だね。やっぱさ、呼びたいと思ってもそういうなんか金銭的なこととかもさ考えないといけないじゃないですか、ね、やっぱ大変だよ、そういういろいろ企画をして、そっからいろいろやりくりしてっていうの、ね、そらそよかさん、花火ありがとうございます。でも今回もメンバーに選んでいただけてとっても嬉しいです。福フェス2連続ボリューム4も狙いたいです。なので
今回ボリューム3盛り上げて、盛り上げ盛り上げ盛り上げってして、次回も選んでもらわないと。おみかんさん、いいねありがとう、いいね。かずやさん、ファイトありがとう、ファイトファイトファイト。広島福岡以外でパちゃん見れるの今回初。お、香川パちゃんです。香川パ、黒さん、三寸玉ありがとう。ボリューム4の開催地どこだろうね、どこかな、どこかな。もう全国回ってほしい。47都道府県、まず瀬戸内やって、瀬戸内でもう瀬戸内の大型フェスの定番といえばもう福フェス、もう知らない人はいませんみたいな、もうすっごいフェスになって、で日本全部、北海道から沖縄まで全部回る。勝手に私が回ってとか言って勝手に言ってスリザルさん、ハートありがとうございます。楽しみすぎる、瀬戸りも楽しみすぎる。去年はフックフェスで初めてシェカラシカの16人バージョンを STU としては、 STU として初のシェカラシカ16人バージョンをしたんですよ。あとリバーですね、リバーは1期ドラさんはやったことあったけど、2期 2.5 期、2期とあずみは初で、であずみがセンターのリバーで、そうキャプテン匂わせみたいな、キャプテン匂わせリバーだったから、今年はどんな瀬戸りになってるかお楽しみに。エリオさん、一寸玉ありがとうございます。楽しみにです。どんな瀬戸りでしょうか、何かな。ああ野外楽しそう、楽しそうだね。読売巨人軍さん、花火、ヨシーさん、バラありがとうございます。リバー、難しかった。家でもずっと歩いてる時も脳内で、脳内とか普通に手動かしたり、足歩きながらとか、信号待ちとかも足とか手もう動きながら、ツク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 ズンズンズン、ツク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 ツッツッツッとか、ずっともうずっとやってて、でもそれでも本番ドキ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 した。一個遅れたらもう全部終わるって思って、ドキ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 。エヘさん、ハートありがとうございます。リバーリバーリバー、え、フリブイはどんなフリブイ見たかな。本家さん、いや違うかも、 STU かな、昔の初期の STU とかやったかな、どうだったかな、何の振り振りだったかな。キョンシュさん、花火ありがとうございます。こんばんは、ね、難しかった。いやでも達成感すごかった。達成感、振り振りはなんか残してるのもあるし、もうスマホの容量どん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 動画ね撮っ
取っちゃうからもう消してまた覚えるときに保存し直しとかもする。でも結構ね、研究生の頃のあのツアー、ストウォッチツアーのレッスン動画はずっと残してるんですよ。自分が踊れなさすぎて面白くて定期的に見返すの好きでね、やばいの私の踊り方とか見たりして、この前それをメンバーに見せたら大爆笑してたやばーって言われた。話題のなんかその何、話題提供になるからうん、しかも今笑い話にできてるって、今もさ、なんかその映像を見ていや変わってないじゃんってなったらあれやけど、今笑えてるってことはまだ今もねマシというかちゃんと成長してる証拠だから、定期的に見返します。やばい、私のサイドステップ踏めてない動画やばい。あ、そうや、ファンクラブに載せようと思ったんですよ。そうだった、この前言って忘れてました。メモしとかないとすぐ忘れちゃうからね。メモメモメモ、ペンがないよ、ペンがないのでちょっとメモできません。そう、え、ぼかしいるかも、後ろで他のメンバーとか卒業したメンバーとか踊ってるから、うん、やばいやば、動画あげたいな。企画あげたい、今の私 STU48 ストーチバージョン踊ってるパセリなんだけど、あとファーストラビット踊ってるパセリはやばいそれはなんかレッスン動画じゃなくて、レッスンの中でこう2人1組を作って、片方の人が踊ってる間片方の人が撮って、どれだけ自分が踊れないかを客観的に見てみましょうみたいなやつだったんですよ本当に初期しかやってない、今はやってない、本当に初期入ったばっかり、入って1ヶ月とかのそのお披露目公演に向けてとか、そんぐらいの、まあ、ダンス始めて2週間みたいな、そんぐらいのねレベルの時の踊れてない動画と今のパセリをね比較してちょっと動画作らなきゃ。313ハートありがとうございます。そうだよ、もうさ、しかも2人1組を作りましょうの時点で私は結構2人1組だとってなってて、2人1組とかって大体さ学生時代とかも余りがち人間だったからやばいと思ったけど、もうそれの先生が適当にその近くにいるメンバーでピョッピョッピョッって組んだから大丈夫でした。まだ入ったばっかりだからさ、自分からも組みましょうとかも言えないしさ言えなかったから、やばいどうしよう余っちゃうかもとか思ったけど大丈夫だった、全然、うん、怯えてたね。こんばんは、パンダ先生、一寸玉、成瀬さん、金魚、ありがとうございます。新聞記者の智也さん、一寸玉、エリオさん、かわいい、ありがとうございます。入ったばっかの頃はでも高崎彩子の3人とよく喋ってたから心強かったね、やっぱ年が近いしね、心強かった。田舎のおじさん、タコ花火ありがとうございます。そう、隅っこにいた、余り物だけど服はありませんあ、ちゃんと服を身につけていかないと、余り物、お互い頑張ろう、余り物、みんなパセリを選んでくれてありがとうね。ドクタケさん、一寸玉、ありがとう。パンちゃんと組んだことありますか？ない、しかもそれ1回しかしてないよ、1回だけだったんよね、その日のレッスンだけ、この5年間で1回、その撮影正面から撮りましょうのやつだから1回しかしてない。大吉さん、ハト、トシヤさん、バラありがとうございます。
今日はマネージャーさんにパンちゃんに会いたいです、パンちゃんに会える日を作りたいですっていう相談をした。あまりに会いたすぎてパンちゃんに会いたくて、9月パンちゃんに会えそうな日ありますかって言ったけど、わかりません。そう、新公演とかさ、マイカーの新しい公演のレッスンとかが入ってくるじゃないですか、だからまだ未定です。そう、しかもなんかマネージャーさんさ、鈴木とか呼ばなくてパンって呼んだんですよ。じゃあパンに会ってリフレッシュしてまた頑張っていこうみたいな感じで言ってて、そうパン呼びしてたんだけど、パン？そう、パンちゃんの予定とこの前会わなかったから会えなくって、会えないことが確定しなかったのは良かった。そう、一日でも休みがあったら会いに行くチャンスがある。パン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 、いや私が行きますよ、そんなパンちゃんに来させるわけにはいかない、危ないから、危ないからね。 AKB 劇場行ったことあります？ないんですよ。外まではあるんだけど、 PR 舞台の公約で出張公演があったから、お AKB 劇場も行けると思ったらなかったです。なかった。 AKB さんと NGT さんの劇場だけ未だないです。でも本当に近くの外までは行ったことあります。どっちも、新潟も秋葉原も、お仕事でどっちも本当にもう見えてる、もう外観丸見えのところの真下ぐらいまで行ったことあるけど、中には入れてない、まだ。そうなんですよ。なのでいつか行きたい。でももうリニューアルになっちゃう、リニューアルしちゃうよ、リニューアル。毎回ゲストが楽しみです。昨日おとといがナナさんでしたよね。ナナさん、ユイリーさんの生誕祭にナナさんが来てた。そう、柱見たことない。私は柱はもうテレビとか配信とかそういう映像でしかないよ、ないんですよ。柱で見たかったな。どの劇場もなんか全然、楽屋とかも SK さんの楽屋は鏡がデコレーションみたいなされてて、なんか楽屋に入って、ああ楽屋に入っちゃってるみたいな、なんかちょっと申し訳なさみたいなあった。侵入してる気持ちになっちゃった。特に HKT さんの楽屋行った時に、自分もともと HKT さんのさファンだったから、やばい、もし物がなくなったら一番に疑われるじゃんと思いながらメイクしたりしてた。もう極力人のものとかに触れないように、もうやらなきゃって思ってやってました。何もなくなりませんように、絶対疑われるからって思ってやってた。大丈夫でした。ね、あこんな感じなんだって思って、すごい。なんか劇場ってさ、入り口がいっぱいあったりするじゃないですか。真ん中から出れたりとか横から出れたりとかなんかあるじゃないですか。おー、から出よったんかと思って、
まあ、でも HKT さんの劇場は私がいてた時とまた違うリニューアルしてて場所も変わってるんですけど、多分大体同じ構造なのかなと思って。おー、衣装がすごい、いっぱい衣装が保管してあるとか思って遠くから見てた。あまり近寄ったら良くないので遠くからわーって見てました、うん、何か持って帰ってないね。そうね、だから遠くから見てたね。なんか やらかしたら私がなんか水とか持っててさ、急につまずいてわーとかなっても怖いから、もう静かに暮らしてた。SK 劇場以前は向きは逆だった。知らない、そうだったんや。逆だったん、逆。AKB 劇場の抽選待機列を横目に見ながら秋葉原で用事を済ませてきました。横目、いやでもあるな、私も公演入らないけどみたいな。なんか前ね、 HKT さんの劇場がもともとあったところが建物ごとなくなったんですよ。そのドーム周辺の開拓みたいな、なんていうのあれ、街がもう変わっちゃうっていうのことで、ホークスタウンっていう施設内に劇場があったけど、そのホークスタウン自体がなくなって、そうでその間いろんな会場を借りて、あ、再開発だ、再開発。そうで、そうバスセンターの上に西鉄ホールっていうのがあって、そこでね公演をしてる時もあって、だからバスセンターを利用するけど今日は公演入れないよみたいな時とかね、あったから、うわー、え、この前行ったの、そうこの前帰省したんですけど、帰省した時に一日福岡でずっとウォーキングしてて、あのパルコとかバスセンター周辺を、でその時に行ってきたの、そういえばチラッとね、これです、これです、ここ、この西鉄ホールに登っていくこの、これ、超懐かしい。私はこのエスカレーターを上がって、そう行ってたわと思って、超懐かしかったです。でも隣に前まで本屋さんがあったのになくなってました。もう違かった。本屋さんのところに HKT さんのなんかグッズとか売ってあったのに、もうなくなってた。ここ、そう、私はエスカレーター派だった、エスカレーターと階段派だったから、ここからいつも出入りしてました。でね、ここの会場の思い出は、ちょうど総選挙期間だった時に、あの自分の推し名以外のファンの方に、すいません、今誰々ちゃんの投票をお願いしてて、もう投票されましたかって言われたのを覚えてる。一人でいたんですね。だから、あ、なんか近づいてくる、なんだなんだって思ったら、その総選挙の投票のお願いだったから、あ、すいません、投票しちゃいました。それをめっちゃ覚えてます。いや、陸王だったかな、いや総選挙だと思います、総選挙、うん、6月とかそんぐらいだったから多分総選挙。なんか選挙対策委員みたいな方々でした。すごいよね。私総選挙はさ、見てる側しか経験してないから、総選挙期間のメンバーとかファンの皆さんのドキドキ感はもう耐えられる自信がない。もう PR 舞台の時ですらもう毎日はぁはぁってなって、やばいってなってたから。メッセージカードもね、そう、メッセージカードはもう
どうやって書けるか全然分かってなかった。だから STU に入ってから書いてるSTU に入ってからの方が生誕メッセージカード書いてますよ。広島のタワレコに行って、もうこうやって「だるだるちゃんへ」って「バセリより」まあ、気づいてもらえてるか分かんないんですけど書いてます。タイミングが合えばね。もう心臓が持たん。もう投票イベントとかはもうショールームイベントとかも尊敬です。今やってるじゃないですか、 STU メンバーもビスのやつ。もうドキドキしちゃう。あんなこの前の先月のアイスのイベント2週間、あれもずっとドキドキしてた。もうハラハラ、あーイベントーってなってた。心臓に悪い。そうよ、平和が一番。制限時間なかったから恐ろしい。そうだよね、今はさいろいろルールが決まってるけどさ、前はあと星集めもあったしね何時に、5時から配信するときは何時に起きてなんちゃらこうちゃらみたいなね。捨て星がどうでああでみたいな。うわー分からない。あ、3周ね、押し投げ3周ね、それだそれだよ。今は3時間制限ですっけ。私も捨て星わからないまま終わった。捨て星してくださいっていう言葉を一回も発したことないあの自分のイベントでこういう捨て星っていうルールが分かんなくてみたいなやつでは話したことあるけど、自分がこのイベント出るから何時からします、なのでこの時間までに星がどうでとかを説明できたことないから、いまだにルール分かってない。不思議に包まれた、謎に包まれてます。あ、カウント枠、カウント枠、カウント懐かしい。1、2って言ってみんながジャンプしながらジャンプスクワットしてた。50回ジャンプスクワットしてみんながさ、たまにさ数数え間違ってコメント欄に現れて懐かしいわ。あ、51いた、いたよね、いましたね。全然もう分かってなかった。ショールームを配信してる側なのにそういうなんかルールを分からずにやってた。今もちょっと分かってない。このさ、この星上にあるさ、なんかなんちゃら指数みたいなやつもなんかよく分かってない。まだ1万超えた時は1万とか言ってるけど、うん、何なんだろうと思ってよく分かってません。あ、盛り上がり指数か、もう謎です、謎です、わかりません。良平さん、レインボースターありがとう。パパパンダさん、花火。コウさん、お断りです。ユタパパさん、三寸玉と花火。ナルシさん、 NRR0022 さん、金魚ありがとうございます。ありがとう。あれ、私もしかして全然読んでないな。さては、トジヤさん、バラ。大吉さん、ハート。あ、これは読んだ記憶がある。西さん、花火。これは読んだ記憶がない。めっちゃきのこさん、かわいい、ありがとう。高反発さん、金魚。健太郎カープさん、ハート。おみかんさん、いいね。あるさん、一寸玉。新聞記者のともやさん、三寸玉ありがとうございます。ありがとう。私が読んでなかったから、コウさん老い結婚してしてるじゃん。お断りです。追って求婚されてました。浜松の IH さん、花火。ゼータン、かわいい、ありがとう。ユタパパさんも、かわいい、ありがとう。
スプマンテさん金魚、マー君お断りです。 G2 さんハートありがとうございます。ありがとう。坂道だといきなり満タンになってる。もうすごいすごいね。すごいよ。でもやっぱり坂道のメンバーさんが配信終わった後とか、誰だ初訪問初訪問って出るもん。あ、今配信終わったんだろうなってなる。おーって。持ち肌さん金魚ありがとう。一回うまくいったのに追ったんだうまくいってはないんよ。パセリが見逃したら OK じゃないんよ。ちゃんとお断りされたいけん見逃げとる。えらいえらいよ。ちゃんとなんか断られなかったらやばいからって追い休校。初訪問もあ嬉しいけど、やっぱいつも見てくださってる方がこんばんはとか来てくれるとやっぱ嬉しいね。初訪問の方ちょっと緊張しちゃう。やばい、いいとこ見せなきゃみたいになっちゃう。私のなんかアイス食べ過ぎエピソードとかも秘密にしなきゃと思ってちょっと猫かぶっちゃう。猫かぶったらバレるのに。バレちゃうけどちょっと猫かぶりになっちゃうから、やっぱいつも見てくださってる方とか、最近見始めたよって方とか、久々に最近また来始めたよって方はやっぱもう全部バレてる分ね、何でも話せる何でも話せるので、うん、すごくありがたいです。本当に話し合いとなってくれて本当に嬉しいです。結構私ねこうしょぼんってして帰ってきてもショールームしてたら忘れてたりするので、やばいよねやっぱこれ飾ってるのも。ちょっと隠そうか、こうやって肩幅で肩幅でこうやって。今日ねこれね広がるんです、肩幅だから便利よ、便利だよ。うん、今日食べたイチゴの話もしないと。イチゴ聞いてくれたかなみんな。イチゴちゃん、イチゴちゃんって言ったらちょっと違う違う3期生になっちゃう。今日食べたのはあのカシューイチゴって言って、夏と秋、夏秋って書いてカシューイチゴっていう品種ではなくて、秋と夏に取れるイチゴ、カシューイチゴ、11月までらしいです。でそこからはよく一般的にみんなが知ってる1月12月とか1月とかイチゴの分かる1月5月のあのイチゴになるらしいです。カシューイチゴ、なんか企業用らしい。企業とかなんかそういうケーキを作る時とかのいちごらしくて、酸っぱいのが特徴って言ってました。だから今ってさもう激甘々のどこ食べても甘いよっていういちごが結構テレビとかでも紹介されてると思うんですけど、もうちっちゃい頃とかによく食べてたあのいちごです。あの三角形の絵文字でよくあるあの三角形の形のイチゴだそうです。大きいサイズというよりは、うん、今日私がメールとかインスタストーリーにあげた、あと X にもあげたか、あのイチゴは L サイズ、あ違う、L サイズって言ってました。あれが L サイズって言ってた。で3L? 3L? まだあるって言ってた。だから上から3個目の大きさだけど一番標準的なのやつが今日の L サイズっておっしゃってました、うん、L 本当にもうあのケーキの上に乗ってるあのいちごって感じの味。
甘さより酸っぱさがあるのが特徴って言ってたから、本当にもう相当酸っぱいと思って、食べてくださいってもう酸っぱいっていうのも褒め言葉ですって言ってました。感想を言う前に、そう、放送前に、あの酸っぱいっていうのはそのなんかさ、甘いってリアクションした方がいいとかじゃなくて、もう酸っぱいっていうのが売りだから、もう酸っぱい時は正直に酸っぱいって言ってくださいっていう紹介のいちごだったから、どれくらい酸っぱいんだろうと思ったら、よく知ってるあの懐かしのいちごって書いて、もうねずっと食べてたよ放送中。私は今日は3個かな、3、4個食べました。山口さんはめっちゃ食べてた、めちゃめちゃ練乳につけて食べてた。私は練乳なしで食べてました。みんなもいちご好きですか？私もいちご好きなんだけどさ、今の時期スーパーに並んでないから食べれなくって、久々食べました。やっぱ冬に売ってるよねいちご、スーパーとかって。クアンドリさん花火ありがとうございます。梅さん、よしよしよしよさん花火、陳大さんアイス、みつさん金魚、いっくんハットありがとう、ジャヤタンありがとう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 、まちはださん金魚ありがとう、クアンドリさん花火ありがとう。ジャム作るのが趣味です。ジャム、ジャム、ジャム、今日あの放送前にその話もあった、ジャムの作り方の話とかしてた。なんだっけ、ジャムじゃない、ジャムっぽいけどジャムじゃない、なんかそんな名前の、何でしたっけ、コン、コンなんちゃら、なんていうっけ、ジャムじゃなくてコン、あ、コンフィチュール、コンフィチュールの話になってね、コンフィチュールの作り方なんどうなんだろうねみたいな話をしてた。どう違うんだろう。ジャムは英語で詰め込む、いっぱいにするという意味の言葉です。コンフィチュールは果物の形状が残っていてさらりとしたものが一般的ですが、ジャムはゼリーの状態になるまでよく煮詰めたものが多く、材料の原型をとどめていないこともあります。おお、なるほどね。だから形状が残ってて煮詰めすぎてないってこと。煮詰めるとジャム。ああ写真見たら、あーなるほど、これがコンフィチュールかってなった。コンフィチュール、アンチコンフィチュール、あ、ほんとやん、コンフィチュールどっかで聞いたことあるなと思ったらアンチコンフィチュールだ。アンチコンフィチュール、そういうことか。あ、確かに歌詞がそんなだ、ほんとだ。おお、歌詞の冒頭からジャム言うてましたいやずっとね、今日のそのラジオブースで喋ってる時も、いやコンフィチュールなんだっけ、コンフィチュール、なんか聞いたことあるとずっと思ってたんですよ。で今もう配信で喋りながら、いやコンフィチュール、コンフィチュールってずっと心の中で思ってて、それかノイミーさんか、ノイミーさんだわ、アンチコンフィチュールだわいや私はもうアンチコンフィチュールはアンチコンフィチュールっていう単語と思ったんですよ。あ、アンチコンフィチュールなんだ、アンチコンフィチュール、なんかそのアンチコンフィチュールっていうなんか音で覚えちゃってた。モヤモヤが解決、ほんと皆様のおかげです、ありがとうございます。おたけさん、バラ、高反発さん、やすべえさん、金魚ありがとう、金魚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 、おっさん金魚ありがとう、
コンフィチュール、うん、覚えた。もうバチ。私のあのおじいちゃんのお姉ちゃんよく金柑のジャムを作るんですけど、金柑のジャム結構果実の形状残ってる系だから、あれはコンフィチュール。だから今度から言う言ってみるね、おばちゃんに、あの金柑のジャム持って帰るねって言われたら、おばちゃんこれはコンフィチュールって言うんだよって。覚えられるかな。パリパリバーのことすらバリバリバーって言ってるけど無理かもしれない。コンフィチュールは、コンフィチュール、金柑、え、ちょっと苦めのジャムだよ、金柑ジャム。でもヨーグルトに合います。ヨーグルトの甘い感じとか、あとなんか酸味のある感じとあっておすすめ。そう、皮ごと入ってるのだから食感あって、あのなんかなんだっけ、あのオレンジのさ皮とか好きな人、好き系です。あれ好きなの、なんて言いますっけ、あのあオレンジピールみたいな、そういうのが好きな人好き。金柑マーマレード好き、美味しい。いちごジャムも好き。やっぱフルーツね、何でも美味しいよね。今の時期は何？ 8 月って何？ 8 月フルーツ。この前イチジクのパフェ食べたんやけど、もうイチジク終わりらしい。8月の旬の食材はスイカ、メロン、マスカット、桃、ドラゴンフルーツ、マンゴー、ブルーベリーだそうです。マスカットと桃は制覇したけど、ドラゴンフルーツはちょっと食べる勇気がない。売ってますか、ドラゴンフルーツって。どこで買えるん、スーパーにあるかな、ドラゴンフルーツ。私はドラゴンフルーツって聞くとゆきりんさんのソロ曲を思い出します。ドラゴンフルーツ、あ、置いてるとこもある、ないとこはない、あるとこある。私もこの前梨食べた、梨買っちゃったよね、剥いてあるやつ、ちょっとお高かったけど買っちゃったよね。9月はブドウと梨、あとプルーンだって。ほい、10月はラフランスだって。ほい、スターフルーツ、え、なんかさアンパンマンにさスターフルーツの話あるよね。スタースタースターみたいな歌あるよ、かわいい。スターフルーツ、元気な星型の黄色、え、かわいいね。スターフルーツってどんな味がするんだろう。ポン、こんなやつスターフルーツらしい。スターフルーツは別名五連子と呼ばれ、断面が星の形をした可愛らしいフルーツです。ポリフェノールをたっぷり含んだ健康果実で、え、ツナとの相性もよく、え、ツナと相性いいらしい。サラダやフルーツピクルスにしても美味しいと評判です。ツナってシーチキンってこと？予想外だった。どんな味がするの？一言で言うと甘酸っぱく果汁が多いのが特徴です。食感はサクサクとして梨の食感に近いかもしれません。また果汁が多いところも梨と似ている部分があります。1センチほどの厚みでカットすることでサクサク食感が味わえます。だってほい、サクサクしてるんだって、この見た目で。もっとなんか、もっとなんか柔らかい系かと思った。果汁じわじわ系かと思った。うん、一言って言ったけど結構長かった
私も思った。でも一言、この人が一言って言ったから、確かに句読点の数見たら一言かなと思ったけど、確かにちょっと長かった、一言なのかなと思いましたよ。でもそんなこと言ったらちょっとあまりにも失礼かなと思って、心の中で。ゴレヒロさん、お断りです。スターフルーツ、アンパンマン、絶対あったよ、アンパンマンのスターフルーツ、これです。第596話、アンパンマンとスターフルーツ、2001年放送。やばい、私4歳の時の記憶をずっと覚えてるんだ。2001年放送のね、スターフルーツ会でした。めっちゃ引きずってるやん私、この回ずっと覚えてた。そう、スターナ、スターナ、スターナっていう女の子が出てくる。2001年やばい、私4歳とか4歳の時の記憶を覚えてたよ。なんかこれ、このスターナっていう女の子が歌うんですよ、スタースタースターみたいな、歌ってた気がする。嘘かも、いや分からん、嘘じゃないか、違うアンパンマンかも、映画系かも。なんかアンパンマンにさ、ドリアン王女っているじゃん、そっちかな。カッチーさん、花火ありがとうございます。おっさん、金魚と花火、高反発さん、一寸玉、関さん、ハートありがとうございます。ジャパングさん、ノリさん、エリオさん、ハートありがとうございます。ありがとう。いや再放送かな、いやありえるよね、そうかも。えでも4歳ってことはさ、ちょうどアンパンマン見てる年齢じゃない。500何話だったっけ、596話、うん、検索してみますね。うーん、出てこない、再放送検索、うん、出てきません。やっぱり私はリアタイしてたらしい、4歳の時に。4歳でギリさん、金魚ありがとうございます。よしひろさん、花火ありがとうございます。 KT さん、一寸玉ありがとうございます。ケロロ軍曹でスターフルーツ出てきて、伝説の食べ物と思ってた。ケロロ軍曹、この前のさ広島のお話し会のカラオケ、言ってないよね、私何歌おうとしたか。ケロロ軍曹が第二候補でした。第三希望まで出さなきゃいけなくて、で最初第一希望ケロロ軍曹で、この前歌った曲が第二希望だったんですよ、玉木奈美さんの曲が。で第三希望が夢を叶えてドラえもんかミラクルミミカかずっと迷ってて、あと夢色プティシエルとか迷ってて、結局夢を叶えたドラえもんにしたんですけど、みんなにコール&レスポンスしてもらおうかなと思って、タケコプターとか言ってもらおうと思ったけど、いやみんなドラえもんこの曲の世代じゃないかもと思って、ドラえもんの歌みんななんかとっても大好きの方かもと思って、まあ一応第三希望で出して、第1と第2をケロロ軍曹、いやみんなケロロ軍曹わかるかな、どうかなと思って第2希望にしました。ケロッケロッケロッ、めっちゃ練習した、そっちもいざ進めって家でずっと歌ってた。ケロロ軍曹、ハム太郎はね絶対誰か選ぶと思ったんよ、ハム太郎とか、あとなんだろう、アニメの定番系はみんな選ぶやろうな、かぶるだろうなと思って、選ばなかったら全然かぶってなかった、全然でした。
そうプリキュアも迷ったんですよ。でもプリキュアってそのノアピもねプリキュア好きだけど、最初ノアピとね2人でプリキュア歌おうって約束してたのね。けどうちだって一回り違うから、プリキュアの見てる世代が違う。ノアピ今も見てるのプリキュアだから、あもうこれは難しい、どうしようと思ったら、どの世代ですかって言われて私はスマイルプリキュア、違うなんだっけ、ハートキャッチプリキュア、ハートキャッチプリキュアがいいなって言ったら、いいですよみたいな、歌えますよって言って、あじゃあハートキャッチプリキュアにしようって言ったの。エンディング、ハートキャッチプリキュアのエンディングにしようって言ったけど、でもあずみんもさやかりんも一緒に歌うってなって、どうするどうするってなって、最終的にお邪魔女ドレミの曲かセーラームーンかになって、いやどっちがいいんだろうね、いやでもセーラームーンかなっていう理由でもうセーラームーンになりました。どっちかなってギリギリまで迷って、セーラームーン、そうのんぴねプリキュアの道具持ってきてたの広島のお話し会の時に楽屋でなんかこうやって見せてきて、ステッキみたいなやつ、うんみたいな見せてきて、何持ってきたのって言ったら、そうです音が鳴りますみたいなってね、かわいい音を鳴らしてくれたんですそう持ってきてたの、かわいいでしょ、あんなにね普段なんか大人っぽいのに、そういうなんか子供な一面見て、あそう私の楽屋配信、その日楽屋配信したんですけど、ショールーム、その時にノアピーが見せてくれたやつです、あれです、そうあれ、ソーダスさん金魚ありがとう、金魚金魚プリキュア、私もねお邪魔女ドレミのあのステッキみたいなやつ、上に音符がついてるやつ持ってた、なんていうんだろうあのステッキの名前分かんないけど持ってました、持っておった。あそう浴衣配信の時、そうその時、高反発さんレインボースターありがとうございます。気づけばもう23時過ぎててびっくりしてる、犯人終わるね、半までするね。なんか私ステッキの名前とか全然覚えられない、お邪魔状ステッキ、あステーキって調べちゃって、なんか肉の料理出てきた、サーロインステーキ出てきちゃった、間違った、なんかお邪魔女ドレミとペッパーランチのコラボのステーキ出てきた、違うんよ違います、ステッキです、あこれです、私これ持ってた、このこれ持ってたんですよ、だからこれすごい、あこれもなんか持ってたから、なんか思い入れがある、この3個右3個思い入れがあります、ちょっと真ん中はあんまり覚えてないけど、やっぱこういうさちっちゃい頃に憧れてた魔法道具みたいなやつ今見てもワクワクする、ワクワクしちゃうよ、ワクワク最近さビレッジヴァンガードとプリキュアがよくコラボするんよ、ビレッジヴァンガード、サンキューマート、アベイル、もうここが今平成生まれの子供たちを狙ってる、平成生まれ今成人している人たちを狙っているね、この企業たちなんですよ、危ない。ビッグさんハートありがとう、そう
ビレッジヴァンガードも行かなきゃ。なんかまた出るらしい。なんか3日前ぐらいにまた新しい情報が出てた。もう嬉しいけどすぐ売り切れちゃうからね、早く行かなきゃいけません。お財布が狙われています。今ねラブ&ベリーカフェしてるの。あ、ラブ&ベリーのなんか衣装を展示してるやつとかもしててね、それも行きたいけど、東京、大阪、名古屋また広島来なかったんですけど、どうしてですか。いつも来てくれん。いつもだいたい東京、大阪は絶対なので、今回名古屋だった。悔しいです。入れてください、こちらも、広島も仲間に入れて。福岡でもいいよ、福岡でも行っちゃうよ。東京は池袋と渋谷。なんで2個もするんよ。1個分けてほしい分けてよね。ちょっとそうなの、広島なかなかない。え、ファミマで一番くじが始まる。ファミマもちょっとあれよ、危ない。もうすぐ可愛い一番くじ始めるから。前はねプリキュアの一番くじが始まるって言うから楽しみにしてたらもう終わってた気づいたら終わってた。楽しみに待ってたのに終わってて、で元衣装さんの方がポルンっていうねプリキュアの、あの私がヘアバンド見せた、私がビレッジヴァンガードで買ったあのヘアバンドのキャラクターのポルンっていう子がいるんだけど、その子のぬいぐるみを持ってて、え、どうしたんですかそれって言ったらこれはあの一番くじでゲットしたよって。はあ、私が知らない間にゲットしてる人がこんなに身近にいた。悔しい。来年の1月から、分かった、1月強く生きなきゃ。私今年沖さんいないから一人で過ごす正月なんだよね。寂しいよ、帰ってきてくれないかな。一番くじ本当だ、お邪魔女だれめ一番くじ本当じゃん。やらなきゃかな。いや待って、これはどういうあれなんだろう、どういうグッズ詳細はまだか、気になる、気になりますよ。絵柄とか結構気になる、どういうタイプか。絵柄とかによってどれが欲しいかも決まる。この絵柄のこれ欲しいとかあるから気になる。25分、ほんとやん、25分だ、早い早いよ。あっという間だよ、あっという間。パセリの配信かティファールかって感じ、あっという間。みんな何狙ってますか今、欲しいものある？みんなは。パセリはもう欲しいものが分かんないぐらいこの世に欲しいものが溢れてる。何が欲しいのみんなは。この夏最後に買うなら、最後にもう何でも買っていいって自分にご褒美を買うなら PS5。 お疲れライスさん、金魚ありがとう。パパパンダさん、花火ありがとう。パセリの生誕祭当選推しのレス富名誉この世の全てが欲しい。いや確かにこの世の全てがあったらもういらないわ、何でもいらんわみたいな、もう
悟りの境地だよね。そんな、いやもういいわ、もうご飯も何でもいいわみたいになりそう。何でも手に入ったらもう人生つまんなくなるかな。やっぱこうやってさ、いろいろ欲しいものがあるうちがいいのかな。ドラゴンボール7個やばい、冒険した方がいいよちゃんと一番最悪、全部7個手に入れようとして。最新のパソコン、いや私もパソコン欲しい。パソコンやっぱりあったら便利よなと思う。もうスマホ1個じゃさ、もうずっとスマホ触っちゃうから、なんかこう動画とか作るときはパソコンとか分けないと、なんかずっとダラダラスマホ触っちゃってよくないかなと思って、うん、欲しいですね。ゆたパパさんお断りです。まちはださんハートありがとう。りょうへいさんかわいいありがとう。スニーカー、車、タワマン、4K テレビ、マック、おー、パちゃん、パちゃん、あげませんあげません、あげないよ。幸運期と草刈り期、あもうめっちゃ切実な、え12億で出た。えこの前なんだったっけ、この前のさボートだったっけ、競馬だったっけ、コメント欄であったよね、100円で何億になったよみたいな。わあ、今日もこの世のどこかにそんな12億を当てた人はいるの。すごいね。 BD マンさんハート、バルーンありがとうございます。コーヒーマシン、あいいね、おしゃれ。お時間です。はがし、はがしありがとうございます。ありがとう。パソコン古すぎてネットが重たすぎです。私もそれだった。実家にいた時のパソコンがお父さんのお下がりだったんですよ。でノートパソコンだったんだけど、もうずっと重くて、もうずっとずっと開かないし、閉じる時もずっと、もうなんかずっと永遠になんかぐるぐる回ってる。3時間ぐらいかかる、起動するのと閉じるのに。だから気持ちがよくわかる。重たいと困るよね。そう、重かった。ウォークマンに曲を入れる時とか、もういろんな CD を一気に借りてきて1回で済ませるっていうのが大変だったな。パソコン、もうでも分からん、私機械音痴すぎて何買ったらいいかも分かりません。長崎県民さんハートありがとうございます。ウォークマン、私のウォークマンは AKB さんとかスーパーガールズさんとかももクロさんが入ってるんだけど、もう聞けなくなっちゃいました。壊れて電気がつかない、電源入らなくなっちゃったからもう使えません。ウォークマン、あの iPad 違う iPod、 iPod みたいな、あのウォークマン、なんかスピーカー、こういう、あーお時間だよね、こういうさ、こういうスピーカーにこのなんていうの、何型、楕円、何これ、この形に真ん中にこうはめる系の、ね、あのウォークマン、ウォークマン。それじゃあ終わるか。ちょっとウォークマンどんなやつか、前見せたことあるっけ写真、ちょっとそれ見せたら終わるね。誰も興味ないけど私が見せたい、もうホセリのウォークマンはこれだよって。ウォークマン、あこれこれ、あこれだよ、これこれです、これです、これ、これパフェのウォークマン、この緑だった。もうその時からさ、この時からもうずっと緑にさずっと緑なんだけど、私の人生緑、もうパセリ、この時からパセリ
パセリです。なんでねこの時緑にしたかっていうと、家族で電気屋さんに行って買ってもらったんですけど、タンプレかなんか、タンプレとクリスマスのプレゼント一緒にみたいな感じで買ってもらった気がするんですけど、その時に他の色は入荷待ちですって言われて、緑ならありますって言われて緑を買った。そう、うん、そうだった、緑ならすぐですみたいに言われて緑を買いました。待てばいいのにね。え、運命かな、やっぱ緑なのかな私って。緑、え、ピンク希望だよ、ピンク希望。この時は私はピンクが好きだった。緑、じゃあみんなを緑いっぱい見て、目に優しく、いっぱいパセリ見て、目に優しく、目にいいって言うからね緑は。いっぱいパセリのペンライト振って目に優しくしていこうね。うん、秋竹城さんハートありがとう。アシーさん、アキさん、花火、おみかんさんありがとう、こちらこそ。のりさんハートありがとう、ありがとうございます。じゃあ私は今日はこの辺で。のぶさんペンライトありがとう、あ、目に優しいよ、ありがとう。今日パセリ緑着てるやん。緑着てた。無意識に緑着てました。みんなも台風気をつけて過ごしてね。広島は今日すっごい風強かったので、広島より後に台風来る地域の皆さんもだんだんと風が強くなってくると思いますので、お気をつけて。あと九州にお住まいの方々、四国にお住まいの方々、あと静岡とか台風の影響が大きい地域の方も、充電など今のうちにしっかり 100% にしてお過ごしください。それでは男女読みたいと思います。いきます。13位良平さん、12位スプマンテさん、11位陣内さん、10位トニーさん、9位高反発さん、8位ゼットさん、7位クアドリさん、6位フクちゃん、5位ユタパパさん、4位阿部ひろしさん、3位ゆうたくん、2位ジッツーさん、1位いっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあお風呂頑張りたいと思います。わー、あ、マー君お断りです、ありがとうございます。みんなおやすみ。あー、ミッチお断りです。山さん花火、な、風呂敷ありがとう、ジッツーさんダルマありがとう、右田ピッポさんハートありがとう。それじゃあ締め切ります。ありがとうございました。ちゃんとお断りしたのでもう締め切りです。ありがとうございました。おやすみなさい、バイバーイ、またねー。